地球は今まで何回回ったのか。地球は一日に一回自転する。これが一年間になると、一年は365日、365回転することになる。では、地球が宇宙に誕生してから何年になるのか。 多くの研究結果を考え合わせると、約46億年という答えが出ている。ということは、1年365回転に46億年をかければよい。365×46 億で、1兆6790億回転である。 単純計算するとこうなるが、地球の時点は、初めの頃の方が速度が速い。そのため、本当はもう少し多いだろう。ライオン殺し。地球上には、百獣の王と称される。 ライオンすら倒してしまう生物がいる。英語でデビルズクロウ悪魔のカギ爪日本語ではライオン殺しという。学名ハルパゴフィトンプロガムベンス。これは実は植物である。アフリカ南部や マダガスカルの砂漠地帯に生息するゴマカの植物で、巨大な逆さに曲がった棘を持つ植物という意味で、鋭い棘のある実が特徴である。実は本体の長さが約5センチメートル、幅は約2.5センチメートルで、 本体からは先端に返しのついた棘が15本ほど生えている。ライオンがこの身を踏み足に刺さってしまったら歩くことができなくなり口で外そうとすると今度は口に刺さってしまう。抜こうとしてもがくほどに深く食い込んでいく。そうすると 食べ物を食べられなくなり、水も飲めなくなり、餓死してしまうのだ。その後ライオンの死骸は、他の生き物に食べられ、土に帰っていく。ライオン殺しの身は、残った骨や、大地に染み込んだ血液などを栄養分として芽を出す。そうして、 新たな茂みを作り出して、次の獲物となるライオンが足を踏み入れるのを待ち続けているのだ。お正月の松納めとは、門松や締め飾りなどを取り外す行事である。 年神様を迎えるために飾った門松や締め飾りなどを取り外す松納めは地域によって3日5日6日15日など様々な風習がある一般的に関東では7日関西では 十五日にお正月飾りを外すところが多く、この時、年神様が帰られると言われる。お正月飾りは、年神様のよりしろなので、丁寧に扱う。取り外した後、お塩を振り、清めてから、紙や新聞紙でくるんで、 神社や自治体の改修に出す。大きいものは小さく折るか切るなどして出す。詐欺町のどんど焼きなどを行う地域ではお正月飾りを受け入れてくれるところもある。門松などお正月飾りは12月13日以降であれば いつから飾っても構わないと言われているヨッシーは愛称で本名ではないマリオシリーズに登場するヨッシーマリオの相棒として有名なキャラクターこのヨッシーは愛称で 本名は実はとても長い。フルネームは T. ヨシザウルス・ムンチャクッパスという。これは1993年に発売された Nintendo キャラクターガイドに記述されていたため、現在もこの設定なのかは不明だが、 正式名称と言って間違いないだろう。ヨッシーはヨシザウルスの愛称だったのだ。また、名前にクッパスと入っており、クッパの仲間なのではないかと思う人もいるだろう。しかし、海外のマリオでは、カメみたいなキャラクターの総称を、 クッパと呼ぶそうで、のこのこについても、ジュゲムについても、みんなクッパスと呼ばれている。ヨッシーの名前にクッパスが含まれているのは、背中に甲羅のようなものを背負っているためである。 宇宙では毎日オーロラが見られる地上でオーロラを見られるかどうかは気象条件に左右されるが宇宙からは基本的にほぼ毎日見える練習曲「猫踏んじゃった」わ。ロシアでは 犬のワルツ、フィンランドでは猫のポルカになる。日本では昭和の初め頃からピアノの練習曲の一つとして親しまれている猫踏んじゃった。この曲は誰が作ったのかがわかっていない。19世紀ロシアの作曲家、 ピアニスト、指揮者であるアントン・ルビンシュタインという方ではないのかという説が有力である。この曲は世界各国で演奏されているが、そのタイトルは国によって異なる。日本と同じ猫が登場するものはフィンランドの猫のポルカ。 ブルガリアの猫のマーチ、ルーマニアの黒猫のダンスなどで、ロシアでは犬のワルツとなり、ドイツやベルギーでは飲みのワルツとなっている。デンマークでは王女の足、スペインではチョコレート、フランスでは 滑裂となりもはや動物を離れ食べ物にもなっている上野公園にある西郷隆盛の銅像脇のさつま犬は番犬ではなくうさぎ狩りの猟犬であるさつま犬は 古くから薩摩の猟犬として活躍していたが西郷隆盛もこの犬を愛しツンという名前のメス犬をよく可愛がっていた東京上野公園にある西郷隆盛の銅像脇の薩摩犬は番犬ではなくウサギ狩りの猟犬で この銅像は、西郷隆盛が、愛犬、ツンとともに、うさぎ狩りに行く様子を描いたものである。この西郷隆盛像は、彫刻家である、高村光信が、犬は、彫刻家である、後藤貞幸が制作したものである。 この銅像の作成時、ツンは死んでしまったため、海軍中将のニレ・カゲノリのオス犬が、この銅像のモデルとなっている。アニメはどうやって作るのか。テレビのアニメには、 非常にたくさんの絵が使われている。一秒間に18枚から24枚もの絵を使っている。この絵を映画のカメラのようなもので一コマ一コマ写真を撮っていく。そのため15分のアニメを作るのにも2万枚以上の絵が必要となり、 写真も2万回撮らなければならない。アニメに使う絵は、セルという透明なフィルムのようなものに描く。なぜ透明なフィルムに描いていくのか。例えば、アニメの主人公が話をするシーンを考える。その時、 アニメの主人公は顔の表情は変わらず口だけがパクパクと動いている。このようなシーンは口のない一枚の主人公の顔の絵と口だけを描いた何枚かのセルを作る。口のない顔の絵の上に透明なセルに描いた口を乗せていく。 これで絵が完成する。そして、口の絵だけをどんどん取り替えていけば、アニメの顔が喋っているように見えるのだ。口だけ動かしていくのに、顔全体の絵を何枚も描くことはないのだ。アニメの主人公が、 海辺を走ったりするシーンもこのような工夫が活かされる。この場合、背景の海辺の絵は普通に描く。その上に透明なセルに描いた主人公の絵を重ねていく。こうして主人公の絵だけをどんどん取り替えて写真を撮っていく。 こうすれば、背景の海の絵は一枚だけで済むのだ。しかし、これだけでは出来上がらない音が必要である。昔は出来上がったフィルムを見ながら人間が喋って録音していた。人間の声の他にも、車の音や飛行機の音など、 いろいろな音を使う。これらの音は本物の音を使うこともあるが最近はシンセサイザーという楽器を使うことが多い。へそは上半身なのか下半身なのか。 これに関しては、様々な説がある。へそをいじると、下っ腹が痛くなるため、下半身だとする説。パンツの上にあるため、上半身とする説。真面目な説では、栄養を摂取するのが上半身、排出するのが下半身と考えると、へそは、 真ん中としか言えないとする説。へそは、へその尾を切った後の部分である。このへその尾は、動脈と静脈の二本の紐がねじれており、前者は栄養を摂取して、後者は排泄する役割を担う。すなわち、へそは上半身と下半身。 両方の面を持っていただから真ん中というのだ地球はいつどうやってできたのかまずガスでできた雲のようなものが縮み始めた途端今度は回転を始めた 回転を始めると必ず中心ができる。その中心部分が大昔の太陽である。その太陽の周りには大きな円盤のような形のガスの塊ができ始めた。このガスの塊は温度が下がるにつれガスの中から 小さな塵のようなものを作り出していった。そして、この塵はいくつも集まって、微惑星と呼ばれる小さな星を作り出した。これらは、数えきれないくらいたくさん存在し、お互いに衝突しあって壊れて、 くっっついいててを繰り返していったその後微惑星はだんだんと大きくなり惑星となったこうしてできた惑星の一つが地球である地球は大昔の宇宙にあったガスからできたものである みかんの皮をむかずに、ふさの数を知る方法。一個のみかんの果実には、十ふさ前後がきれいに並んで、球体を形成しているが、皮をむかなくても、ふさの数がわかるのだ。その方法は、果実についている緑色のヘタや、 果実にできたくぼみを見ればよい。ヘタの裏側や果実のくぼみには穴が放射状に並んでいるが、この数を数えれば、ほぼ間違いなく、房の数を当てることができる。穴の数を見ると、房の数がわかるのは、この穴が、 胃管束の断面だからである。胃管束とは根から吸収した水分やミネラル、葉でできた養分が通る管のことである。この管はヘタの部分を通って伸びることで、みかんの木から果実へと水分や栄養を運んでいる。 そして通常ヘタの部分を通る一つの異関足は一つの房につながっているため異関足の穴を数えると房の数がわかるということだ節分では何を追い払うのか 節分は雑説の一つで春夏秋冬の各季節の始まりの日の前日を指し各季節の終わりの日を表している。現在は立春の前日大寒の終わりを節分としその風習は平安時代 季節の変わり目には邪気がやってくると考えられており、鬼を追い払う悪霊払いの行事、ついなの儀式に由来すると言われている。ついなとは、大晦日旧暦十二月三十日に行われる教中行事である。 邪気を追い払うために、古くから豆まきの行事があり、こちらは中国から伝わった風習で、魔の目と書いて豆に豆を投げつけて鬼を追い払う。魔を滅すると書いて豆をすることで無病息災を祈ったという。 前日の夜から神棚に備えられた「福豆」を利用して年男や逆年の男性一家の主が「鬼は外」「福は内」の掛け声とともに豆まきを行う殉職した警察官が 二階級特進するのは本当なのか。命がけの職業、警察。警察官が殉職してしまったとき、二階級特進という言葉が使われるのを聞いたことがあるだろう。警察官が命がけで公務に励んだ功績を称え、 亡くなってしまった警察官に与えられるものである。通常では、一つずつしか役職が昇進しないところを、二階級特進は、命がけで公務に挑んだ警察官を称える意味が込められている。例えば、巡査部長が殉職した場合は、警部に昇進し、 警部が殉職した場合は、警視制へと昇進する。しかし、戦争映画を見たことがある人は気づいたかもしれないが、二階級特進は、軍隊などで用いられてきた仕組みである。日本の警察で、なぜ二階級特進の制度があるのか このような制度が日本の警察で採用されているのは日本軍の名残であるとされる。警察組織について遡ると明治時代初期の兵部省と呼ばれる省庁の管轄組織にあたる。兵部省は現在の軍隊のようなもので同時に 警察事務なども行っていた。しかし、1872年、警察の管轄が、兵部省から司法省警保局へと移り変わり、軍と警察が分離されることとなった。兵部省時代の軍隊に存在していた二階級特進の制度が、 管轄が変わった後にも引き継がれたことから、現代でも二階級特進の制度が残っているのだ。消防署や自衛隊にも二階級特進の制度があるが、制度が存在している理由は警察官と同様である。 中国で未だに国鳥が決まっていない理由。日本の国鳥はキジ。アメリカの国鳥は北東和シインドの国鳥はインドクジャク。オーストラリアの国鳥はエミューなど。世界中で多くの国が国鳥を定めている中。 中国では未だに国庁が決まっていない。2004年に中国で国庁を決めようという動きがあった。人気投票を行った結果、1位単調、2位時であった。1位の単調の学名はラテン語で日本の鶴という意味。 2位の時の学名もラテン語で日本の国名が入っているそのため却下されいまだに国調が決まっていないのだ人種のサラダボールアメリカ合衆国は 移民によって成立した国家で、現在に至るまで人種のサラダボールと呼ばれるほど多くの人種、民族が平立共存する多民族国家である。北米にはスペイン語を話すとスパニックや黒人などの他にも独自の文化や 生活様式を守る人が生活している。一方、中南米では、ネイティブアメリカンやメスティーソ、ムラート、サンボをはじめ、アジア系や黒人など、多くの民族によって構成されている。 六眼流伊達政宗は本当に眼帯をしていたのか東北地方を代表する戦国大名伊達政宗仙台の伊達政宗は後に「十年早く生まれていれば天下が取れた」と評されたその活躍ぶりもさることながら 幼少時に右目を失明したことから、独眼竜と称される。通説では、正宗は、幼少時にわずらった天然痘の後遺症で右目を失明している。コンプレックスでいじけていた伊達正宗のところへ、近所の片倉小十郎から、 いっそえぐってしまえと渡された脇差しで右の目玉をえぐり出すこれでコンプレックスから解放された政宗は脇差しの唾を眼帯代わりに目に当てて元気を取り戻し後世に残る活躍を見せたとなっているしかし1974年に 正宗の随暴殿再建に先駆け、正宗の墓を発掘し、その遺体を調査したところ、右の目玉は眼下に残っていたのだそうだ。正宗が失明したことは事実であるが、目玉は摘出されていなかったのである。また、史実にも、 正宗が眼帯をしていたという記述はなく、そのような肖像画もない。つまり、伊達正宗が眼帯をしていたというのは、後世の創作である。では、そのイメージはどこから来たのか。眼帯姿の正宗が初登場したのは、 1942年に公開された片岡千恵蔵主演の映画、独眼竜正宗である。その後、大河ドラマの影響もあり、正宗イコール眼帯姿という誤ったイメージが世間に定着していった。私たちのイメージの中で、 伊達政宗がつけている眼帯は、刀のつばに紐をつけたもの。この眼帯は鉄製で、かなり重いだろうし、紐をきつく締める必要もあるため、長時間の着用は困難だったと考えられる。もちろん、偽物の唾を使い、 軽く作られた眼体であればその限りではないが、武士である正宗がそのようなことをするとは思えない。眼体をしていたという設定には最初から無理があったのかもしれない。バナナの種はどこにあるのか。 私たちが普段食べているバナナは種が見当たらないが、もともと種がなかったというわけではない。バナナを輪切りにすると、その中心部に小さな黒い点がいくつも見える。実はこれが種の名残である。バナナは マレー半島やフィリピンなど熱帯アジア原産の果樹であるが豆粒ほどの大きさの硬い種がぎっしりと詰まった野生の種ありバナナを現地では現在も見ることができる種のないバナナが生まれたのは人工ではなく 偶然によるものだと考えられている。遺伝子や染色体の突然変異によって偶然生まれた種のないバナナ。果実が大きく食べやすかったことから人間にとってとても都合が良かった。そこで今日まで大切に育てられてきたというわけである。 種なしバナナの歴史は古く、紀元前五千年頃にはすでに栽培が行われていたとも言われている。では、種のないバナナをどのように増やすのか。実は、地下の茎から竹の子のように出てくる新芽を株分けすることで子孫を作っていくのだ。 次世代のバナナを育てる手順は、まず、新芽の中から良い芽を選別し、苗として育成する。ある程度大きくなったところで、広い畑に植え替え、十分に大きくなったところで果実を収穫する。 世界中で栽培されているバナナの種類は大きく生食用と料理用に分けられ300種類以上あるといわれているさらに現在日本で食べられているバナナの約8割がフィリピン産でエクアドルや台湾からも輸入されている 春の七草は何があるのか七草は日本のハーブである。七種類の内訳は、セリ、ナズナ、ゴギョウ、ハコベラ、ホトケノザ、スズナ、スズシロである。セリは鉄分が多く含まれ、 増血効果がある。なずなは、熱を下げ、尿の出を良くするなどの効果がある。箱べらは、タンパク質が多く含まれ、ミネラルや、その他の栄養に富んでいるため、民間では、古くから薬草として親しまれている。すずやすずは、 ジアスターゼが消化を促進する。日本では古来より古節句の一つである人実の節句の朝におせちやお酒で弱った胃を休めるために春の七草や餅などを具材とする塩味のおかゆでその一年の無病息災を願って 一月七日に食べる習慣がある。古来中国では、正月の一日を鳥の日、二日を犬の日、三日を豚の日、四日を羊の日、五日を牛の日、六日,日,日を馬の日とし、それぞれの日にはその動物を殺さないようにしていた。 そして、七日目を人の日として、犯罪者に対する刑罰は行わないようにしていたのだ。江戸幕府には、人日を含む古節句を公式行事とし、将軍以下、すべての武士が七草がゆを食べ、人日の節句をお祝いした。 イコウとイゴの使い方日本語は英語圏の国では習得難易度の高い言語と言われるややこしい日本語の中でもイコウやイゴについては日本人でもよくわかっていない人が多い似たような言葉で以上以下 未満といった言葉もある。まず、以後や以降について。以降は、〇〇より後という意味。以後も、以降とほぼ同じ意味と考えてよい。今月の10日以降や、今月の10日より以後といったときは、 その当日である10日を含むものと考える。同じように、十時以降、十時より以後の場合も、十時は含まれている。以降と以後、どちらにも含まれている、いという漢字。これはもともと、用いるという意味で使われ、 〜何々を持ってや〜何々よりといった意味がある。そのことから、以後については〜何々よりあと、以降については用いて降りる、つまりこの時を持って降りるといった意味になる。意の意味から行くと、 以上や以下についても同じで、30度以上、30度以下といった場合は、その数値を含むこととなる。以降や以後の違いは、実は、明確な使い方や意味の違いがない。どちらかといえば、以降の方が、 その日やその時間からずっとといった使い方をされる。長期間を表現するときに使われるものだ。明治時代以降といった使い方をすることも多い。以後については、その日やその時間を起点として以後気をつけますなど、 その日からすぐである時に使うことが多い。締め切りにおいても同じような誤解がある。31日までにというのは31日を含むのか、それとも30日中ということか。これについては、月末までにというと、 月末を含むという意味になることから明日までにというのも同じく明日中に明日を含むということになるつまり31日までにの場合は31日を含むことになる オランダ人の平均身長、男性が1メートル84センチで、女性が1メートル70センチである。これは世界一位の身長で、この150年ほどで平均身長が20センチメートルも伸びているのだ。 その理由を解明するために、フロー人間大学ヘルトスチュルブ准教授が、オランダ人9万5千人を対象に調査したところ、平均より7センチメートル身長が高いグループが最も小沢山であった。一番身長が低いグループに比べ、 子供の数が0.24人も多かった。こうして、高身長の遺伝子を持つ人が増え、世代が移るごとにより大きくなっていったと考えられている。世界125カ国を対象に行われた食事に関する調査では、 オランダは世界一健康的な食事をとる国に選ばれたちなみに日本は21位であった栄養価が高く安定した価格で手に入る食材が国民に行き渡る環境が整っている国土が狭く 日照時間が短いにもかかわらず、農産物の輸出量がアメリカに次いで世界2位なのである。歌舞伎界をリエンと呼ぶのはなぜなのか。中国、唐の時代に遡る。 陽気人のロマンスでも有名な幻想皇帝は芸能活動に力を入れたことで知られている。幻想は自ら音楽に興じるだけではなく、宮廷音楽を演奏する人々の師弟を庭園に集め、音楽や舞を習わせていた。 そして、この庭園に梨の木が植えてあったことから、彼らは皇帝梨縁の弟子と呼ばれたという。後に梨縁は芸能全体を指す言葉となり、江戸時代の日本では園芸界のことを表したとされる。しかし、 明治時代以降になるとリエンは演芸界のことではなく特に歌舞伎の世界のことを意味する言葉となったのだカバの汗が赤いのはなぜなのかカバの汗が赤いのは 汗の中にヘモグロビンが含まれているためである。カバはこの分泌液で体の表面を覆い皮膚の乾燥を防いでいる。またこの汗は皮膚を紫外線から守り細菌感染を防ぐという効果もある。 卵はなぜゆでると固くなるのか卵だけでなく肉や魚に関しても同じである動物質の食べ物はすべて熱を加えると固くなる性質を持っているこれは動物の体の中にある タンパク質という成分が熱で固まる性質を持っているからである。動物はたとえどんな動物でも必ず体の中にタンパク質を持っているため熱を加えると固くなってしまうのだ。特に卵はタンパク質を多く含む食べ物であるため 硬くなるということだ体内で内出血した血液はどこへ消えるのか体を何かに強くぶつけたとき血は出なくとも皮膚が青黒くなることがあるこれは 皮膚近くの血管が破れ、皮膚の下で出血している状態である。ところが、この内出血、多くの場合は、何の処置をしなくても、そのうちきれいに消えてしまう。出血した血液は、どこへ消えているのか。専門家によると、 詳しいことはまだわかっていないという。が、血液の組織がだんだん細かく壊れ、やがて細胞の中へ消えてしまうのではないかと考えられている。もともと内出血した部分が青黒く見えるのは赤血球の色である。手の甲や腕に、 血管が青く浮き出ているのと同じである。しかし、血管の血液と違い、内出血の血液は流れていかないため、その場でだんだん壊れていく。一週間も経つと、内出血の部分が黄色っぽくなるのは、赤血球が壊れてできた色素である。 そして赤血球がさらに壊れ小さくなると細胞に吸収されると考えられている皮はどのようにしてできるのか皮というのはもともと 雨か雪として地上に降った水である。空から降ってきた雨や雪の水が川に流れ込むのには大体二つのコースに分けられる。一つは降った雨や雪が地上を流れそのまま川に流れ込むコースでもう一つは 一旦土の中に染み込んだ水がもう一度地上に湧き出してそれが川に流れ込むというコースであるこれには湧き水などがあげられる雨が降っている時や雨が降ってしばらくの間は主に最初の直接水が土の上を流れ 川に流れ込むコースが多い。しかし、晴れの日が続くと、校舎の地下からの湧き水が川に流れ込むコースとなる。土に染み込んだ水は、土の中にある岩や砂の間にたまり、地下水となる。そして、 少しずつ時間をかけ地上に出てくる。従って川の水は晴れの日がよほど続いたりしない限りなくなることはないのだ。このようにして川に集まった水がいつも流れているのは地球の引力が原因である。川の水は 引力の力で高いところから低いところへと流れ続けているのだトウモロコシの粒が絶対に偶数になる理由トウモロコシが日本に伝わったのは16世紀のこと。 ポルトガル人によって長崎に持ち込まれたその姿がすでに中国から伝わっていたこしという植物によく似ていたことから薄来という意味を持つとうの文字を冠してとうコシと呼ばれるようになったとうコシは てっぺんから生えているヒゲと同じだけ粒があり必ず偶数個の実をつけることが決まっているその理由はトウモロコシが実をつける過程にあるトウモロコシは芽花とオ花が別々の子有以下の植物で茎のてっぺんにあるのがオ花。 中間の葉の付け根部分にできるのが目花である。尾花から出た花粉は風に乗って飛び、目花の目しべから伸びる髭、専門用語で言う絹糸と呼ばれる部分につくことで受粉し、その根元に実を結ぶ。とうもろこしは、 数百もの芽花が成長してできたものだが、この時、一本の絹糸に一粒ずつ実が結ばれる。そのため、とうもろこしの粒は、ひげの数と同じ数になるのだ。さらに、雄花の塊は湧水、芽花の塊は止水と呼ばれる。 止水の部分には二つの花が一組となってつくのが原則である。これはトウモロコシの成長過程で止水の中にあって粒の核となる小水が必ず二つに分裂するため、つまりどんな数字でもそこに2をかけた場合、 必ず偶数になるということでトウモロコシの粒も必ず偶数になるのだ90年前透明度が世界一位だった日本の湖があるそれは北海道のマシュー湖である 現在は世界2位を誇る。1930年8月の透明度調査で41.6メートルという世界最高記録を観測した。ロシアのバイカル湖の40.5メートルをしのぐ透明度があった。 バイカル湖というのは、ロシアの中央シベリアの南西部に面積3万1500平方キロメートルを誇っている。琵琶湖の約47倍で、40メートルに達する透明度、水深、貯水量ともに世界一である。マシュ湖の世界一位は、 1946年まで16年間維持された1952年7月の調査から透明度が低下し現在は世界2位で15メートルから32メートルと言われるマシュー湖はカルデラ湖で 注ぎ込む川がなく、雨がその水源のほとんどを占めているのが特徴である。そのため、不純物が運び込まれず、プランクトンや粘土などの浮遊物が極めて少ない美しい水をたたえている。この状態が、マシューブルーと言われる深い 独特の青色を作り出しているのだ南極で風邪をひかない理由南極では多くの人は寒さで風邪の菌やウイルスが死滅すると考えられている。 だが実際には気温の低さや寒さはこの場合関係がないではなぜ南極で風を引きにくいのかと言うと人がいないからだと言われている風の原因となる菌は人の体を媒介にして活動をするがそもそも 宿主となる人間がいないことから南極では活動ができないのだ。人間が住みついていないことから空気が澄み渡っており、菌やウイルスが待っていないことも理由の一つと言われる。しかし、南極で風邪をひかない理由について、 寒くて菌やウイルスが生きられないと誤解している人は、なんと日本人の97%を占める。南極では過去に最低気温マイナス89.2度を記録しており、人間が生きていけないから菌も生きていけないと考えてしまうのも無理はない。 南極で風邪をひかないと言っても、全くひかないわけではない。例えば、出発するとき、すでに風邪の菌が体内に潜伏して、南極に到着した後に発症してしまう場合もある。しかし、南極に出発する前に病原体を南極に持ち込まないように、 徹底して体調管理していくし、風邪をひいた状態では南極に上陸はできない。風邪以外にも、虫歯や水虫まで治してから出発するというため、南極に到着してから風邪が発症するというのは、かなり稀なケースである。南極は、 自然保護もされているが、こうした病原体対策もきちんとされているということだ。南極では、風の菌の媒介となる人間が少なく、風を引きにくいということはわかったが、南極に長く滞在してから帰国すると、今度は逆に風を引きやすくなってしまう。 南極の過酷な環境に耐えたのだから、体は鍛えられ丈夫になっているかと思われがちだが、菌がいない環境であることから、人間の体に備わっている免疫力がかえって弱まってしまうためである。人間の体は日常生活で、目や鼻、 口などから入ってくる様々な菌を撃退し体内に抗体を作っている。そのため大抵の菌は体に入ってきても免疫機能によってやっつけられてしまうのだ。逆に南極には菌がいないことから菌の抗体を作る力が弱まり 免疫力が低下してしまうことから帰国後に風邪をひきやすくなってしまうのだ冬のコンビニ定番商品おでんが一番売れるのは冬ではなく秋である一年のうち最も体感温度が下がるのは 秋口である9月から10月この時期は日中は暑い日が続いても夜になると急に気温が下がり肌寒く感じる日が増える各コンビニチェーンはこのことを理解しており毎年10月頃になると積極的に おでんの反則キャンペーンを行う。早いところでは8月の9本過ぎからおでんのアピールを始め9月上旬頃にはテレビ CM を放映する徐々におでんの季節がやってきたということを消費者に伝え一気に 10月に売り上げを獲得するような展開をしているのだ脱獄した囚人が裁判官になったことがあるその男の名は渡辺海彼はある勝者の 資金を着服した疑いで無期懲役に服していたが、監視の目を盗んで脱獄に成功。その後、しばらく地下に潜伏していたが、辻村倉田と名前を変えて裁判所の議員となり出世の階段を上っていく。逮捕から十年後、 1890年には、判事に承認。裁かれる人間から、裁く人間に変わったのだ。ある時、脱獄犯と瓜二つという噂が立ち、隠し通せず、再逮捕されることとなる。この話は、事件後に、格好のネタとして、新聞、 雑誌に取り上げられたほか強盗判事辻村倉田といった芝居や講談が各地で行われていたということだ電池の中はどうなっているのか電池の中には炭素 二酸化マンガン、塩化アンモニウム、亜鉛など、私たちには普段馴染みのないものが入っている。電池の真ん中には炭素でできた黒い棒が入っている。これがプラス極の働きをする。この棒の周りを二酸化マンガンと 塩化アンモニウムを混ぜたもので囲み紙や布で巻いているさらにこの周りを塩化アンモニウム液をのりに混ぜたもので包みこの外側を亜鉛板で囲ってあるそしてこの亜鉛板がマイナス極の働きをしているこれが 電池の仕組みである。これを簡単に表すと、電池の中には黒い棒の周りに黒い粉があって、それを紙で巻いて、さらにその周りを金属で囲んであるということになる。電池の寿命というのは限られている。それで、 できるだけ長い間使えるようにいろいろな工夫がされている。例えば、アルカリ乾電池は中に塩化亜鉛を入れることによって電池の寿命を随分と伸ばしている。このように中に入れるものをいろいろと変えて長時間使えるように工夫しているのだ。 女性週刊誌の広告には、なぜタレントの名前の下に年齢が入っているのか。記事ならともかく広告にまで年齢を入れるのは考えてみれば不思議だが、これには日本人のものの見方に関係がある。例えば、 年がいもなくとか若いみそらでというように日本には人の行動を年齢で測る習慣がある20代で恋愛にのめり込んでも周囲は何も言わないが70代になると年寄りの冷や水と非難されたりもする女性週刊誌は一時期 年齢を掲載するのをやめたことがある。が、読者からの苦情が殺到、年齢記入が復活したという経緯がある。読者にとってタレントの年齢は記事に感情移入するための重要な要素となっているのだ。 日本の世界遺産はいくつあるのか。2020年時点では23件ある。日本の世界遺産は文化遺産19件、自然遺産4件の23件が登録されている。その特徴は大きく2つある。 一つは木造建造物の文化遺産16件もう一つは森と海を中心とする複合生態系の自然遺産4件になるそして文化と自然が融合した自然崇拝の振動と大陸との文化交流による 神仏集合になる。現在、世界中に1121件の世界遺産が登録されている。世界遺産が多い国は、イタリアと中国で、それぞれ55件で一番多い。日本は、 世界で十二番目に多くの世界遺産を持つ国である。世界遺産というのは、地球の生成と人類の歴史によって生み出され、過去から現在へと引き継がれてきたかけがえのない宝物である。現在を生きる世界中の人々が過去から引き継ぎ、 未来へと伝えていい、かなななければならない人類共通の遺産なのだ果汁100%以外はジュースではない身近に購入できる缶やペットボトルのジュースしかし ジュースと明記して良いのは果汁100%のものだけである。法的に定められた食品表示上のジュースというのは果汁100%の飲料のみ。それ以外はジュースと記載してはならない。果汁100%のものは果物の切り口の絵を使っても良い。 果汁5%から100%はリアルな絵を使っても良い。果汁5%未満はリアルなものでなければ使っても良いというパッケージのイラストにも制限がある。100%ジュースにはビタミン C が入っていても表記しない。 それは熱や酸素によってすぐに減少してしまうためである果実ジュースは果実1種類の果汁100%果実ミックスジュースは果実2種類以上を混合した果汁100%果粒入り果実ジュースは柑橘類の佐野や それ以外の果実の果肉の細切りなどを含む果汁100%果実野菜ミックスジュースは果汁と野菜汁の混合100%果汁入り飲料は果汁の割合10%以上100%未満のことを表す ゾウは耳だけでなく足の裏でも音を聞く。ゾウは人間に聞こえない低周波でコミュニケーションをとっている。その低周波を感じるのは足の裏がメインである。地面の振動を足の裏で受け取り骨を伝って脳で感じる。 それにより 10km 以上離れた仲間とコミュニケーションを取ったり離れた土地の天変地異を察知することができる2004年スマトラ沖地震では遠く離れたタイで海の異変を察知し背中に人を乗せたまま高台に避難し 人命救助したこともあるミーハーの意味と語源ミーハーは世の中の流行や芸能人の動きに今まで無知の人が熱中したりすること影響を受け 知ったかぶりの行為をするものという意味である。簡単に言えば流行にすぐ流されてしまう人ということ。この言葉は男性に対してもたまに使われることがあるが主に若い女性に対しての故障として使われることが多いようだ。ももととは、 低俗な趣味や流行に夢中になっている教養の低い人。そのような人を軽蔑している別称であった。しかし、最近の傾向としては、とある出来事や人物に対して、テレビなどのメディアで取り上げられて、世間一般で話題になってから飛びつく。 という意味で使われることがほとんどであるミーハーという言葉は実は英語ではないカタカナ言葉のため一見すると英語が語源のように感じるかもしれないが実は昭和初期に生まれた言葉でありその頃はひらがなでミーハー や、ミーハー族などと呼ばれていた。もともとは、1927年に公開された小築映画、稚後の憲法でデビューした、林長次郎のファンのために作られた言葉であった。当時では、巨額の費用を投入して、林長次郎という。 美貌の俳優を売り出したのだそうだ。その結果、若い女性の間でたちまち人気となり、若い女性が大好きなミツマメと林長次郎大好き人間の頭文字からミーハーという言葉ができた。他にも、当時の日本は、 ミや、ハから始まる名前が多かったため、転じて、若い女性を指す言葉として、ミーハーになったという説もある。また、音階のドレミファにかけて、ミーハーと呼んだという説もある。ミーハーより、少し意識の高い人を指す言葉として、 ソーラー族という言葉もあったがこれは広がることはなかったチョコレートには虫歯を予防する成分が入っている虫歯の原因は歯についた歯垢を虫歯菌が餌にして その際に発生する酸であるがチョコレートに含まれるカカオマスは虫歯菌で厄介なソブリヌス菌の働きを抑制する効果があるこのソブリヌス菌というのは1887年にルイ・パスツールによって発見されたもので近年では 虫歯菌の別名としても有名である。また、チョコレートには、カカオポリフェノールという成分が含まれている。カカオポリフェノールは、抗酸化物質という体に良いもので、体のみならず、歯にもたくさんの良い効果をもたらす。 和歌山県にアメリカ村と呼ばれる地区がある。和歌山県美浜町の三代地区は通称アメリカ村と呼ばれる。漁業しかなかったこの地区は明治時代以降に生活が困窮したため、区の義兵という人物が中心となり、 多くの住民がカナダに渡ったという歴史がある次第にこの地区はアメリカ村大陸行きという意味からカナダ村ではなくアメリカ村と呼ばれるようになったテレビの中はどうなっているのか テレビの箱の中には大きなガラス瓶が入っているこのガラス瓶はブラウン管と呼ばれテレビの部品の中でも最も大きく重要な役目をしているブラウン管はテレビの奥に向けて底の四角い大きなガラス瓶を倒したような形で 取り付けられているつまりいつも見ている画面は瓶で言えばそこの部分である画面の一番奥のところには電子銃という名前の部品があるここからは小さな電子というものが画面に向けて打ち出されている 画面の裏側には特別な薬が塗ってあり電子が当たると底が光る仕組みになっているまたブラウン管を取り囲むドーナツ型の電磁石もテレビに欠かせない部品の一つこの電磁石で電子の飛ぶ方向を525本の列に変えて 画面に光の画像を作っているのだ。画面を虫眼鏡で見ると、たくさんの線の集まりに見えるのは、そのようにしてテレビの絵ができているからである。他にも、アンテナで捉えた弱い電気信号を強める部品、チャンネルに関係した部品、 音を出す部品などたくさんの部品が組み合わされてテレビができている。しかしテレビの中を調べようとして裏から触ったり中を開けたりすると高圧の電気が流れていることからとても危険である。 落語家は、なぜ、口座で羽織を脱ぐのか。羽織姿で現れた落語家が、口座に座って話し始めると、まず例外なく、話の途中で羽織を脱ぐ。熱くなって脱いだと言うわけでもなさそうで、邪魔なら初めから脱いでくればよいのに、なぜ、 わざわざ客の前で羽織を脱ぐのか。実は落語家は話をしながらも舞台の袖の方へ投げた羽織の動きに注意を向けている。その羽織が口座の袖から片付けられるか片付けられないかで大きく意味が変わってくるからである。 前座の人が口座の袖から手を出して羽織を片付けたら次の出番の芸人のスタンバイができているという合図になる。落語家は自分の話が終われば挨拶をして講座を降りればよいのだ。しかしいつまでたっても羽織が片付けられなければ 次の準備がまだできていないということ。その落語家は次の準備ができるまで講座で場をつながなければならないのだ。ふりがなをルビと呼ぶのはなぜなのか。ルビとはふりがな用活字を言う。 ふりがな活字として作られた小型活字がオーブン活字のルビーの大きさに近かったためこのように呼ばれているルビーは宝石のこと欧米では活字の大きさを宝石名で示す場合があり5ポイント活字をパール5.5ポイント活字を アゲートと言ったりする。日本語で色を使った形容詞はいくつあるのか。赤、青、白、黒、木、茶の六色だけである。色名の後に意をつけられるのは 赤い、青い、白い、黒いの4色で、色名の後に、色いをつけられるのは、黄色いと茶色いの2色だけ。日本語には、他の色を使った形容詞はない。日本語の4色、赤、青、白、黒は、色彩のことではなく、 明るさや濃さなどを表す色調としての意味で使用されていた。この四色はついでも使用される。赤と白、白と黒、赤と青などである。ちなみに反対の色を持つ言葉はこの四つ以外に日本語には存在しない。 定食屋で出されるたくあんが二切れである理由。定食屋などでおまけのお信仰としてついてくる場合、そのほとんどが二切れで出されている。これは縁起を担ぐためである。大根をぬかや塩で漬けた漬物の代表格。 たくあんこれがひと切れであればひとを切れのひと切れ三切れであればみを切れでみ切れ四切れはよを切れでよ切れ五切れは多すぎるという理由であるちなみに関西では三切れを 仏教における三つの宝三宝と考え三切れで出すことも多いという。ちなみに、拓腕に100ボルトの電圧をかけるとあんの中にある塩化ナトリウムと電子が化学反応を起こし強いオレンジ色に発光する原子発光という現象が起こる。 その他の漬物類でも発生するようだが特にたくあんは繊維が均等で電気を通しやすい構造で水分が適度に含まれているなど発酵する条件が揃っているようだ。 生于地は温度で体の色が変わる普段は茶色い体だが水に入り冷えると青黒く変化する太陽を浴びて温まると赤く色が変化するアラスカの島に上陸して日光浴をすると大量の生于地で 島がピンク色に染まる。体の表面が温まると血管が膨張し赤くなるのだ。水中では血管が収縮し青黒くなるという仕組みである。ホームベースは昔四角形であった。 一類、二類、三類は正方形をしている。そして、ホームベースは五角形の形。しかし、昔のアメリカでは、ホームベースも一類や二類と同じく正方形であった。ホームベースが五角形なのは、実は、 審判がピッチャーの投げ込んだボールを判定しやすくするためである。ホームベースが正方形だと、審判がホームベースを見ると、ダイヤの形に見えてしまう。そうすると、ボールがダイヤの角の部分を通過したとき、ストライクとボールの判定がかなり難しくなってしまうのだ。 野球のルールでは、ピッチャーが投げ込んだボールの一部が、ホームベースの上を通過した場合、ストライクとなる。逆に、ホームベース上を通過しなかった場合は、ボールの判定となる。では、なぜ今の形になったのか。最初は、 見極めるのが非常に難しいということで、審判から見て、ダイヤの形をしていたホームベースの向きを正方形に見えるように書き直した。すると、ピッチャーが投げ込む球とベースの向きが平行になり、ストライクの判定が見やすくなったのだ。ただし、 正方形の状態で設置するとラインとの間に三角形の隙間ができるそこに三角形を追加することにより現在の五角形のホームベースが完成したのだ五角形のホームベースが正式に採用されたのは1900年この同じ年である 1900年にアメリカンリーグも誕生している。日本に野球が伝えられたのは1906年のことであった。そのため、日本の野球では、ホームベースが正方形だった時期はなく、最初から五角形のホームベースを使用していた。 ニシンの卵が数の子と呼ばれるのはなぜなのか正月のおせち料理でも定番の数の子は魚のニシンの卵である。でもなぜニシン子ではなく数の子と呼ばれるのかというともともとニシンのことをアイヌ語でカドまたは 角岩氏と呼んでいたことからである角の子から数の子へと変化したということだニシンの腹部には両輪と呼ばれる鱗がありこれが角張っていることから角岩氏と呼ばれた粒の多さから子孫繁栄を連想させる 徳川吉宗がそのためにおせち料理として推奨した。にしんという名は身を二つに割って加工する見かきにしんから二つの身と書いてにしんが語源とされる。おせち料理などで食べられる小ち昆布というのもあるがこの子はもちろん 昆布の卵などではなくこれもニシンの卵である。ニシンは昆布などの海藻に卵を産みつける習性がありその卵が産みつけられた昆布を調理したものが小餅昆布である。つまり小餅昆布についているものと数の子は同じものなのだ。 トビウオは大型の魚から逃れ空を飛んでも鳥に食べられてしまうトビウオは大型の魚から逃れるために進化して羽を手に入れた水面付近まで加工すると尾びれで跳ねて水中に戻ることなく水上を移動する最長で 約500メートルもの距離を飛ぶその時速は約70キロだが飛んでも鳥に食べられてしまう全長10センチから15センチの細長い円柱形の土壌水田に多く生息し古くから食用としても用いられてきた 実は土壌は腸でも呼吸ができる。腸呼吸で出てきた泡で敵に見つかってしまうということもあるのだ。土壌は水中の酸素が少なくなると外の空気を口から吸い腸で酸素を取り入れおならをする。 ベジタリアンは細かく分けると16種類も存在するそもそもベジタリアンというのは単純に野菜が好きだから野菜を食べているわけではない日本ベジタリアン協会ではベジタリアンについての語源を次のように紹介しているベジタリアンという言葉の語源は 健全な、新鮮な、元気のあるという意味のラテン語から来ている。健康的または宗教的な理由などから動物性食品を摂取しない食生活を送っている人。多くのベジタリアンの団体では野菜を中心とした食生活をする人々の総称として使われる。そして、 日本では、菜食主義者と呼ばれている。世界では、これらに当てはまる人を、ベジタリアンと呼ぶ。ベジタリアンの種類としては、ビーガン、ダイエタリービーガン、ラクトーボベジタリアン、ラクトベジタリアン、プルータリアン、ノンミートイーター、ベスクタリアン、 東洋ベジタリアン、セミベジタリアン。地域による分類もあり、アジアンベジタリアン、チャイニーズベジタリアン、インディアンベジタリアン、ストリクトインディアンベジタリアン、オリエンタルベジタリアン、ウエスタンベジタリアンなどに分かれている。 レレレのおじさんは、なぜいつも、ほうきで道を吐いているのか。赤塚不二夫のギャグ漫画、天才バカボンで、通りかかった人に声をかける、レレレのおじさんが登場する。レレ,レレのおじさんは、若い頃はスーツを着ていた。その柄は、現在の浴衣と同じ。そして、 ほうきも手にしていた。ほうきを使うのは子供たちにさあ早く行きなさいという合図を送るのが目的であった。レレレのおじさんは子だくさんで、いつごが連続してく組誕生し、レ,レレレのおじさんは二十五人もの子供の父親である。子供たちが小さい頃、 学校に行かせるにもみんなを一緒に移動させるのが大変であった。そこでレレレのおじさんはほうきで子供たちの後ろを吐いた。それが合図で子供たちは一斉に移動した。子供たちはレ,レレレのおじさんがほうきを手にすると陽気にはしゃいだ。やがて子供たちは成人し、 レレレのおじさんのもとをすだっていった。レレレのおじさんのつまはおっとよりはやくなくなった。レレレのおじさんはさびしいひとりぐらしをするようになった。さびしさをまぎらわそうとして、レレレのおじさんはてなれたほうきでじめんをはき、みちゆくひとにこえをかけるようになったのだ。 衆議院議員の椅子の下には防災頭巾が用意されている衆議院の本会議場の天井には明かり取りのステンドグラスがはめ込まれているこのような構造で万が一東京に地震が起こった場合どうなるのかステンドガラスが割れ 破片が降りかからないとも限らない。そこで1986年に議席の下に防災図巾が植え付けられるようになった。衆議院本会議場にはステンドグラスはないため防災図巾は用意されていない。 テレビはいつ誰が発明したのか今のようなテレビができるまで様々な国の人たちが競い合い改良を続けてきたそのため簡単に誰が発明したとは決めることができないのだただテレビらしきものを初めて作ったのはイギリスの ベアードという人物で1925年のことと言われている。これにはその頃すでに発明されていた光電管というものが役に立った。光電管というのは光の明るさ、暗さを電気の流れの強弱に変えることのできる機械のこと。ベアードはこれを使って テレビができないかと考えた。ベアードのテレビカメラはたくさんの穴が開いた丸い円盤を回転させ入ってくる光を後ろに置いた光電板で電流に変え離れたテレビに送るという仕組みになっているテレビの方はその電流でライトをともし カメラと同じように作った回転する円盤の裏から照らすと表に置いたスクリーンに画像が映るというものであった形こそ大きなレコードプレイヤーのような形で今のテレビとは全く似ていなかったが光の点を走らせて画像を作るというアイデアは 今のテレビにも使われている。その後、日本の高柳健次郎が現在のようなブラウン管方式のテレビの実験に成功した。しかしまだカメラの方が遅れていたために実用にはならなかった。今のようにきれいに映るテレビができたのは 1933年にアメリカのツウォルキンがアイコノスコープというテレビカメラの重要な部品を発明してからのことであるニュース番組のキャスターはなぜ男女ペアなのか男女ペアになったのは 1965年あたりからである。当時は男性キャスターは固定されていても女性キャスターは日替わりというケースが多かった。男女のペアが固定されたのは NHK のニュースセンター9時の1982年4月放送分からである。 男性と女性、と女2人でニュースを読み分けたりコーナーごとに役割を持たせたこのメリハリのある報道スタイルが評判になり各局が真似することになった1人でニュースを読むより男女2人の方が視聴者に飽きられることもないさらにここ数年ではキャスター3人制 という番組も増えてきている世界遺産富岡製糸場の代表的な和洋折衷の建物様式は何なのか富岡製糸場は2014年に世界遺産に登録された。 代表的な建物様式は木の骨組みとレンガを積み重ねる木骨レンガ像である。西洋素材のレンガと屋根は日本伝統的な瓦を使うなど代表的な建物は西洋と東洋の技術の融合である。建築物は フランス人の設計により日本人の大工が建てた。十万個も使用されているレンガは瓦職人が試行錯誤して作った国産である。レンガには屋号が刻まれ職人の誇りが感じられる。レンガの積み方はフランス積みと呼ばれる工法である。 フランス積みはレンガの長い面と短い面を交互に積む方式。対してイギリス積みはレンガの長い方と短い方を一段ずつ並べていく方式である。一段にレンガの長い面と短い面を交互に積むこの方式は表面には 独特な模様が現れ、とても綺麗な柄が特徴である。ちなみに、フランス積みは、フランス北部のフランドル地方で主に用いられた工法で、フランドル積みとも呼ばれている。犬を賢く育てる方法犬は 種類によってかなり頭の良し悪しがある。ポピュラーなもので言えば、プードルは学者犬とも評されるくらいでなかなか利口な犬である。一方ポメランヤンはチャランポランな性格で厳しくしつけないと一旦いたずら癖がつくと目も当てられない。また、 ちゃんと懐かせるためには、生後45日から60日くらいの犬を買ってくるのがベストである。犬の場合、生後3ヶ月までを子犬、6ヶ月くらいまでを養犬と言うが、少なくとも子犬の間にしつけを始めたいものである。次に、 オスかメスで言えば小型犬を室内で飼う場合メスの方が性格がおとなしく飼いやすい大型犬の場合はどちらかといえばオスである犬の世界ではまだ男性社会の傾向が多分にあり体力はオスが明らかに優れ知力も 比較的優秀なことが多い。マレーシアでは左手で握手をしてはいけない。イスラム文化圏ではトイレの後紙ではなく水を使って左手を洗浄するため左手は不浄といわれる。 なので、握手の時はもちろん、食事の時や子供の頭を撫でる時も使ってはならないとされる。物を渡す時も同じである。そして、握手をする場合、マレーシアでは他の国のやり方とは違う。右手で軽く触れたかどうかの軽い握り方の握手をして、その手を 自分の左胸にちょんとタッチする。また初対面の男性が現地の女性に握手を求めることはタブーとされている男性は相手の女性が自発的に握手を求めてきたら初めて応じるようにすること 鉄はどうやってできているのか一言で言えば鉄は鉄鉱石という岩石を熱で溶かして作るこの鉄鉱石は鉄だけでなくいろいろなものが混じっているため鉄だけを取り出す工夫が必要になる昔の人は鉄鉱石を 炉でドロドロに溶かして鉄を取り出していた。しかし溶かしただけではいい鉄にならないため今はもっと改良されている。今の鉄の取り出し方はまず鉄鉱石と石灰コークスを香炉というものに交互に積み重ねる。次に香炉の下の口から 1> 約1200度の熱い空気を送って中のものを溶かす。石灰やコークスを混ぜるのは一緒に入れると鉄が取り出しやすいという理由からである。そしてだんだんと溶けてくると重い鉄は下に沈み他のものは上に浮いてくる。このようにして溶けた鉄だけを 下の方から取り出すのだこ炉は火に強い特別なレンガや鉄で表面を囲っているため溶ける心配はないこうしてできた溶けたままの鉄を別の炉に取り次にパイプで酸素を吹きつけるそうすると鉄以外の余分なものが押し出され 鋼と言われる頑丈な鉄が出来上がる。この鋼を使って様々な鉄の製品が作られているのだ。お笑いタレントのギャグにも著作権はあるのか。志村んのインや小島よしおのおッぱっ オードリー、カスガのトゥースなど、お笑い界には一世を風靡したギャグが少なくないが、こうしたギャグを考案者以外のタレントが使うことは許されるのか著作権法では、その対象となるものについて、文芸や学術、美術または音楽の範囲に属する著作物と、 著作物を演じ、舞い、演奏し、歌いといった方法で演ずること。または、著作物を演じないが芸能的な性質を有するものと規定している。お笑いタレントのギャグはというと、後者の著作物を演じないが芸能的な性質を有するものにあたる。 というわけでギャグにもちゃんと著作権がある七夕を七夕と読む理由夏の行事としておなじみの七夕しかしなぜ 七に夕方の夕と書いて七夕と読むのか。その由来は、複数の風習や伝統が合わさった経緯による。日本に古くから伝わる行事があり、乙女が折った着物を棚に備え、秋の豊作を祈ったり、汚れを払ったりした。 この時に使われた旗折り木のことを七夕と言い,い、この乙女のことを七夕爪と呼んだ。七夕の読みは、この折り木である七夕の読みが残ったものとされ、七月七日の行事であるため、七夕といったものを七夕と読むようになった。 七夕はもともと、旗織りに関するものであったが、後に、ージや書道、シーカなどの上達を願うような行事となり、現在ではすべての願い事を祈るようになっている。これらの願いを書いた短冊を飾る笹は、まっすぐ伸び、生命力に溢れることから、 神聖な植物と考えられ昔から神事に多く使われてきた七夕は織姫と彦星の伝説と貴公殿この二つも混ぜ合わさっている織姫と彦星が一年に一度7月7日にだけ会うことができるという星座に関連した物語そして 祝女性にあやかって、旗織や裁縫の上達を、7月7日にお祈りする中国の行事、貴公殿。庭先に祭壇を設けて、針などを備え、星に祈ったという。織姫と彦星の伝説のあらすじは、天の神様が、日織に意を出す、 織姫の結婚相手に、働き者の牛使い、彦星を見つける。二人は仲の良い夫婦になると、遊んでばかりで、働かなくなってしまった。それを見た天の神様が、天の川で二人を引き離すと、今度は泣いてばかりだったため、一年に一度だけ、会うことを許した。 という物語であるタツノオトシゴはオスが子供を産むタツノオトシゴのオスのお腹には育児のノと呼ばれる袋がありその中にメスが卵を産みつけて卵が飼えるまでオスが育てる メスは卵をオスに産み付けるとどこかに行ってしまい、オスはその後約20日間1匹で卵を守る。種類によっては1回で1000匹出産する。だが生き残るのはたった2匹。1000匹産んでも生き残るのは2匹。つまり、 親の数とイコールのため増えることはないのだまたマンボウも一度に3億個の卵を産むが2匹しか大人まで生きていることはできないアルミホイルの裏表はどう使い分けるのが正解なのか アルミホイルにはツルツルとして光沢のある面と少し曇りのある面がある厳密にはアルミホイルに裏表はない料理の時に光沢面と曇っている面をどのように使い分けるのか基本的には裏表はないため どちらの面で調理をしても問題はない。しかし使い分けをした方が良いケースもある例えば曇っている面については表面が少しザラついて凹凸があることから表面積が光沢面より広くなっているその結果光沢面に比べると 曇っている麺の方が少しだけくっつきやすくなっているためくっつきやすい食材については光沢麺を使った方が良いまたオーブンやオーブントースターで調理を行う場合は熱伝導率の関係で光沢麺を内側にして使った方が良い光沢面の方が より熱を反射しやすく食材に熱を通しやすくなっているためであるしかしほとんど差は出ないそうで料理の見栄えが良くなるため基本的には光沢麺を内側にして使った方が良い特にホイル焼きなどの食べ物については光沢麺を内側にした方が 料理に光が反射して鮮やかに美味しそうに見えるなぜクリスマスが存在するのかクリスマスは本来キリスト教という宗教を信じている人のみのお祭りであるキリスト教を信じる人は非常に多く 世界中に10億人以上いると言われている。キリスト教を信じる人はアメリカやヨーロッパで多く、どちらかと言うと日本はそれほど多くはない。クリスマスはこのキリスト教を始めたイエス・キリストの誕生日である。イエス・キリストが生まれたのは 今から二千年近くも前のことだが、キリスト教を信じている人は、今でもクリスマスをして、毎年、イエス・キリストの誕生日をお祝いしている。クリスマスというのは、本当は、キリスト教を信じていない人には関係のないお祭りである。だが、 日本人はお祭りが大好き、イエス・キリストと関係がなくともいつの間にかみんながクリスマスのお祝いをするようになったのだお祝いといっても日本のお祝いの仕方は他とはかなり異なってしまったキリスト教を信じている人たちのクリスマスは教会に出かけ お祈りをしたり家の中で家族そろって食事をしたりと割と地味なものである「目から鱗が落ちる」これは「新約聖書」に基づく言葉である何かがきっかけになり今ままでにわからなかったことが。 突然はっきりしたりできたりするということの例え古くから聖書にある言葉に由来する言葉の中にあるスケールが鱗という意味がある目をかすませる鱗が落ちる様子から誤りを悟る迷いから覚めるということになる ことわざとして広く使われるようになったのは、1950年代から後のこと。人の目から鱗が落ちることはないが、ヘビであれば、目から鱗が落ちる。ヘビには、まぶたがなく、その代わりに、コンタクトレンズのような、透明な鱗で、目を保護している。 蛇が全身を丸ごと脱皮する際に目の鱗も一緒に落とす酔いつぶれた夫の代わりに出陣した戦国武将の妻がいる戦国時代関東を治める 北条家に仕えた武蔵の日与城城主諏訪部定勝は人望の厚い武将であったが大の酒好きでもあったそんな彼がある時とんでもない失態を演じてしまう1569年定勝が酒を煽って 高い,いびきをかいているとき山形正影が率いる敵軍が来襲、急いで定勝を起こすものの起きる気配がないそれを知った定勝の妻妙紀は自ら武装して兵を指揮し夫が目覚めるまで持ちこたえたという定勝は 二度とこのようなことが起きてはならないと反省し酒を飲むのをやめたのだそうだ「スーパームーン」テレビなどで「スーパームーン」という言葉を聞くことがあるこれは 月が地球に最も近づいたとき満月もしくは新月の形になった月の姿、またはその現象をいう2011年3月20日に19年ぶりに35万6 5 7 7トルまで接近した満月が観測された。 NASA によれば、この日は、最も遠くにある時の満月より14、14%大きく、30%も明るく見えたとのことだ。天体の光点軌道は、一般に深淵ではなく、楕円を描く。月の光点軌道も、 地球を焦点の一つとする楕円を描いているため、地球との距離が最も短い近地点では約36万キロメートル。最も離れた遠地点では約41万キロメートルとなり、近地点と遠地点は距離にして1割以上もの差がある。 一方、満月というのは、太陽、地球、月が一直線上に並んだ状態である。地球上で満月のスーパームーンが見られるためには、月が最も地球に近づいたとき、この状態にならなければならない。太陽、地球、月、 この三つの天体の公転周期からこれが一直線上に並びなおかつ満月のスーパームーンが見られる周期を天文学的に計算するとおよそ18年に一度となる。もともとスーパームーンとは近年になって言われ始めた先生術の用語で 惑星直列などとともに、これが見られるときには、地震など、災禍が訪れるという説がある。しかし、そのような裏付けはなく、力学的には、潮位の肝臓の差が、わずかに大きくなる程度に過ぎないと考えられている。 ろうそくの火はなぜオレンジ色なのか。火や炎と聞いてイメージするのはおそらくオレンジ色や赤色、青色だろう。オレンジ色や赤色と答えた人はろうそくや焚き火を。青色と答えた人は台所のガスコンロを思い浮かべたのだろう。 このように同じ炎でも色が違うのは燃える材料燃料が異なるためであるろうそくのロウのように炭素を含む材料を燃やすと炎がオレンジ色や赤色になりガスを燃やすと青色になるではろうそくの炎が なぜオレンジ色なのか多くのろうそくは主に炭素と水素からできたパラフィンを燃やすろうそくの芯に火をつけると芯に染み込んでいたろうが溶けて気化し燃焼するこのときおなじみのオレンジ色の炎が出るがよく見ると ろうそくの炎は三層に分かれており、場所によって少しずつ色が違う。三層のうち最も芯に近い円芯は暗く、その外側の内縁は明るいオレンジ色に見え、さらに外側の外縁は透明に近くもやもやとしている。 私たちがイメージするろうそくの炎の色は内縁の色ということになる。遠心はろうが気化したばかりでほとんど燃えていないため暗く見える。温度は低く300度から400度ほど。内縁は 気化したロウが十分に燃えきっていない状態である。ロウの気体が熱せられると炭素や水素に分解される。このうち炭素は酸素が足りないため炭素の粒が集まったすすの状態で温度が上がる。すると熱放射によって赤くなり、 明るい光を足す温度は500度から600度程度外苑は気化したろうが空気中の酸素と結びついて燃えているため透明に近く温度は1400度程度まで上がるガスコンロの炎は ガスが燃えるときにできる分子によって青色になる。だが鍋の中身が吹きこぼれて炎に入ると赤っぽい色に変化する。これは不完全燃焼を起こしてすすが発生しろうそくと同じように熱放射するからである。 長寿祝いの九十九歳は白寿。では、百十一歳は、百十一歳は孔寿である。長寿のお祝いの画寿には、年齢ごとに、還暦、古希、奇寿など、いくつかの種類がある。 ガジは、節目の年齢に感謝の気持ちを込めて、長寿をお祝いするものである。年齢は、本来数え年の誕生日に祝うものだが、最近は、万年齢で祝うことも多くなってきている。還暦は数え年で61歳。 万年齢で60歳の時にお祝いをするのが一般的とされる漢字の客のてっぺんにある「1」をとると「白」という字になるから「白」は99を表す「公寿の公」の文字は上部の「白」と下部の「王」に分けられる 王は漢字の十と二に分解でき、十たす二は十二。九十九の白と十二の王を組み合わせて、百十一歳の公寿のお祝いになる。また、百十一歳が川の字に見えることから、千寿と言われることもある。 ちなみに世界の長寿記録ではフランスの女性ジャンヌ・カルマンが122歳164日を記録した江戸時代の大名行列には桜のアルバイトがいた 江戸時代の大名には参勤交代制度によって一年おきに国元と江戸を行き来することが義務づけられた大名たちは武士としての対面を保つためその往復時には莫大なお金を投入して行列を組んだというただし 見えないところでは経費節約に努め、江戸を練り歩いた大名行列の半数以上は渡り物と呼ばれるアルバイトであった。品川など江戸周辺の街道に常駐していた渡り物を、道のりだけアルバイトとして雇い入れ、 行列が終わると解散させていたのだそうだ錆びにくいと言われているステンレスは実はすでに錆びているステンレスは正しくはステンレススチールと言いい直訳すれば 錆びない鋼鉄となる。その成分は鉄とクロムとニッケルが74対18対8の割合で配合されている。この合金を作るとすぐに表面が錆びて酸化物の薄い膜で覆われる。 内部の鉄が酸化する働きをクロムが止める。こうして酸化物の薄い膜が内部の鉄を保護するためステンレスは錆びないのだ。つまりステンレスは錆びない金属と言われるが実は錆びているから錆びないということだ。 年寄りの冷や水とは「年寄りは体が弱っているため若い者のように冷たい水をガブガブ飲むと体に悪い」「年寄りの冷や水はそれをあえて飲むことを言ったことわざである」「そしてこのことわざはそこから広く年寄りに似合わない」 無理なことをする意味に使われる。霊水は、幼年、少年、青年の時代に好んで飲み、少年の時代になると、あまり飲まなくなる。老年の時代になると、再び好んで飲むようになる。というのが、普通の人の生涯に、 一般的に見られるパターンである。年よりは子供に帰ると言われるが、妙に子供のように冷たい水を飲みたがるのだ。そして、つい胃腸を悪くしてしまう。このことわざはまず、こうした事象を捉えているのだが、冷水を飲むことに限らず、 自分の年を考えないで無理なことをしようとする場合や、無理なことをして失敗した場合などに、このことわざが警告ややゆの言葉として使われる。ちなみに、同じ趣旨のことわざに、老いの木登り、年よりの力自慢というのがある。 年寄りが木に登ったり、力自慢をしている姿は哀れでもあり、あさましくもあるもの。我が身よいたわっている方がふさわしいとされているため作られたものである。空気は何からできているのか。 空気はいろいろなガスが混ざってできている一番たくさん含まれているものが窒素と呼ばれるガスその次が酸素である酸素は人間だけでなく生き物が生きていくために大切なものである 私たちが今こうして息をしているのも酸素を体に取り入れるため。窒素と酸素、空気は大体この二つのガスでできていると言えるが、他にも少し二酸化炭素やネオン、ヘリウムなどが混ざっている。 2035年までにガソリン燃料車の販売がゼロになる。地球温暖化の原因となる温室効果ガスの排出量を実質ゼロの目標を国が検討している。温暖化の影響は大雨やひでり、 洪水などの被害が起きたり、農作物が取れなくなったりする。ガソリン車の新車をゼロにして、電気で動く電動車の新車を増やしていくのだ。世界の取り組みでは、イギリスは2030年、アメリカ・カリフォルニア州と中国は、 2035年、フランスは2040年までにガソリン車の新車の販売を禁止とする。HV の販売で世界トップの日本としては2035年までにイギリスやカリフォルニア州が HV の新車販売を禁止することは 心配されることである。EV はアメリカやヨーロッパ中国での開発が進んでいる。EV は動力源の電気モーターの仕組みがガソリンエンジンよりも簡単で部品数も HVE の半分ほどである。 自動車産業が弱い国でも EV 開発に進出できるため地球温暖化問題を引っかけに自動車産業の境界地図も変化する可能性があるふんどしは実はおしゃれ着であった。 江戸時代には様々な日用品をレンタルする人が多かった。当時のレンタルショップは村領屋と呼ばれ人気の職業であった。釜や鍋などの炊事用具、着物などの衣料品、布団や枕などの寝具、蚊帳などの季節品をはじめ、 扱う種類は多岐にわたったが、中でもよく利用されていたのが、ふんどしである。当時は、布がとても貴重で、ふんどしを買うと、現在の金額で、一本約6000円もしたという。一方、レンタルであれば、安く借りられるし、 洗濯済みのものを着用後、洗わずに返却するということもできた。ふんどしは誰もが着用していた下着と思われがちだが、実はおしゃれ向けで、普段から着用している人は少数派であった。 十二指腸は人の指十二本分ではない。糸小腸をつなぐ消化管である十二指腸の長さは約三十センチメートル。人の指の幅は約一点五センチメートルで、計算すると十二指腸の長さは約 20本分となるはず。実はこの12はインチのことで、1インチは2.5センチ、つまり 12×2.5 で30センチメートルとなる。12指腸は12インチの長という意味である。ちなみに、インチというのは、 もともと男性の親指の幅が起源となっているその意味からは男性の親指12本幅の長という解釈も可能であるフライパンの選び方フライパンは 朝昼晩と使用頻度の高い用具。テフロン加工やシルバーストーンなどを施した焦げ付きにくいものもある。空焚きをするとせっかくの加工もダメになってしまうため取り扱いには注意が必要。このフライパンを選ぶコツは 調理の時に重いとか盛り付けが大変だからといって軽いものを選ばない方がよい。フライパンは厚めのものがベターである。その理由は軽いフライパンで調理をすると木の当たっている部分とそうでない部分との温度差が大きくなってしまう。 一方、厚めのフライパンであれば熱が均一に回って料理もムラなく仕上がる煙はなぜ出てくるのか物が燃えるためには酸素が必要。 物が燃えるということは空気中の酸素の粒が燃えるものと合体して起こる反応である。紙が燃えるというのは紙を作っている小さな粒と酸素の粒が合体しているのだ。逆に酸素がないと物は燃えない。物が燃えるとき 大量の酸素があれば、煙はそれほど多く出ることはない。ところが、酸素が足りないと、たくさん煙が出る。燃えるということは、酸素と燃やすものの粒が合体して起こる現象である。ところが、燃えているときに、 酸素の粒が少なくなっていくと酸素と合体できなくなった粒が大量に出てくる。これが煙の正体である。紙をくしゃくしゃに丸めて火をつけるとかなりの煙が出る。これは丸めた紙の内側にはあまり空気が入らないため。 酸素が不足しよく燃えなかったものが煙となって大量に出ているからであるカボチャはカンボジアがなまってできた言葉である16世紀頃日本に入ってきたカボチャは カンボジア産ということで当初、カボチャ売りと呼ばれ、それがなまってカボチャと呼ばれるようになった。漢字で書くと、南売りであるが、これは南蛮トライの売りという意味。日本全国各地には、当時にカボチャを食べるという風習が残っている。 しかし、この風習は、江戸時代の記録にはなく、明治時代以降の風習とされる。また、日本では、女性の好きな食べ物として、江戸時代から、芝居、こんにゃく、芋、タコ、南京の五つが挙げられることがあった。 ピークシフト自販機ピークシフト自販機は販売機の中に入っている商品を電力需要の低い夜間の時間帯に冷やし電力使用がピークとなる日中には基本的に保温のみを行い待機電力のみとする ショーエネ型の自動販売機であるピークシフトの名前の由来は電力需要の高いピークを避け低い夜間にシフトするというところから来ているこのような仕様にすることで年間消費電力を減らせるばかりでなく日中はコンプレッサーが停止しているため 音が静かになる、などのメリットがある。このような使用を実現するために、ピークシフト自販機は、扉をはじめとして、機械全体の気密性を高め、断熱材も通常の販売機で使われているウレタンより、さらに保湿性の高い真空断熱材を使うなど、 冷却効効果果と断熱効果を高める工夫が施されているのだ。ちなみに日本の電力需要がピークを迎える時期は7月から9月の平日9時から20時ごろで中でも13時から16時ごろとりわけ14時ごろが最も高くなっている。 日本に生息する野生の猫日本には2種類の野生の猫が生息している1種類目は長崎県の対馬のみに生息している対馬山猫。子2種類目は沖縄県の西表島に生息している西表山猫である それぞれぞ環境省の絶滅の危険性が極めて高いレッドリストに指定されている3月18日国の天然記念物である対馬山猫の人工受精による繁殖に国内で初めて成功した体重約1 2 0グラムの赤ちゃんが 横浜動物園ズーラシアで誕生したツしマヤマネコは1960年代には島内に約300匹いたが土地開発や交通事故などで約100匹に減少した現在動物園など国内の旧施設で 分散飼育や繁殖に取り組んでいる。今回の赤ちゃんの誕生で飼育数は27匹に増えた。生体は普通の飼い猫と同じくらいの大きさで耳の後ろの白い半紋と太くて長い尻尾が特徴である。 エリザベス女王はハンドバッグでサインを送っていた英国のエリザベス女王は外出時に王室御用達ブランドローナーのバッグを持ち歩くがこのバッグはスタッフにメッセージを送るためにも使われている例えば会話中に 片方の手からもう片方の手にバッグを移動させるのは会話を切り上げたいというサイン。夕食の席でバッグをテーブルの上に置くと5分以内にお開きにしたい。床に置いた場合会話が行き詰まっているため助監に助け舟を求めているサインになるのだそうだ。 家具でへこんでしまったじゅうたんをなおすコツたまに部屋の模様替えで家具をうごかすとじゅうたんにテーブルや椅子の足の跡をはっけんするそこだけじゅうたんの毛のたちがなくへこんとへこみてかてかひかったりしているこれをなおす方法としては まずぬれタオルをあてながらじっくりアイロンをかけるするとすこしずつけがたってくるじゅんもうのじゅうたんであればさすがにこうきゅうひんねだんがたかいぶんこうかがおおきいそれでもダメなときはせんたくようのじゅうなんしげざいをいれたおゆにタオルをひたし しっかりと絞るそして湿布するように絨毯に押し当てておくこの湿布は何度も繰り返すのがコツであるまた水で溶いた柔軟剤をそのままつけてもそこそこの効果があるちなみにこれらはあくまで じゅうたんのはなしでカーペットであればかいかえたほうがはやいカメレオンはカメよりあるくのがおそいカメレオンはカメとちがいてきにみつかったときみをまもるすべがない そこで何よりも敵に見つからないことを優先し一歩一歩慎重に足を踏み出していく。そのため歩く速さは亀よりも遅いのだ。また亀レオンは木の上で生活しているためそもそも陸上を進むのがとても苦手である。 漢字はどれくらいあるのか答えとしてはよくわからないとされている漢字はもともと中国でできた文字でその中国にどれくらいの文字があるのかこれが現在でもまだはっきりとわかっていないのだ最低でも およそ5万はあるる。と言われているしかしそれ以上になるとはっきりした数字まではわからないなお私たちが小学校で習う漢字はおよそ1,000個1,000個から2,000個の漢字を知っていれば新聞が読めると言われているため 小学校で習う漢字は生活する上でとても重要なものなのだワクチンの語源18世紀英国の医学者ジェンナーが牛の病気牛痘に着目し 世界初のワクチンを開発した古代から中世にかけて感染力の強い天然痘は人々を苦しめていた天然痘というのはとても怖い病気で感染力が強くあっという間に周りに広がってしまう感染すると 高熱が出て、体中にぶつぶつとした発疹ができ、苦しんだ末、死んでしまうこともある病気である。楽酪ちたいで暮らすジェンナーは、乳し絞りの女性は、決して天然痘にかからない、との会話をヒントに、人の天然痘によく似た牛の病気、 牛糖に着目する。乳搾りの人の手に牛糖が感染すると手や腕に水ぶくれができる。この水ぶくれの中の液体が病気になるのを防いでいるのだと考えた。当時8歳の少年の腕にこの液体を摂取し、 軽い牛刀を発症させた2ヶ月後に人の天然痘を接種したところ少年は天然痘にかからずに済んだこれが世界初のワクチンの発見であるそしてワクチンという言葉はラテン語の「牛」から来ている ジェンナーの研究に協力した牛と乳搾りの女性に敬意を表してとのことだ。それから約200年後、WHO は1980年5月に天然痘の世界根絶宣言をした。 上野の西郷さんを見た西郷隆盛の妻がつぶやいた一言。西郷隆盛は写真嫌いだったと言われ、坂本龍馬や勝海舟のように本人と断定できる写真を残していない。よく知られている西郷の肖像画は、 本人をモデルにしたものではなく、弟のつぐみといとこの大山巌の顔を参考に、イタリア人の銅版画家エドワルド・キヨソネが作り上げたものである。つまり、創造の産物である。1898年に完成した、 上野公園の西郷隆盛の銅像も、小村幸運が清曽根の絵を見ながら制作したもの。そのため、除幕式に参列した西郷の妻、いとこは、思わず、うちの主人は、小源なお人ではなかった、と漏らしたのだそうだ。 スーダンでは女性がズボンを履くとみだらな服装として投獄されてしまうスーダンの刑法はイスラム法に基づき女性の客船がわかるズボンの着用は法律で禁止されている女性がズボン姿でいるところを見つかると 刑法152条によるわいせつな服装をした罪に該当するとして逮捕されその後有罪が確定すれば無知打ちの刑が課せられてしまう無料ロッカーなのに100円を入れるのはなぜなのか 無料ロッカーなのに、100円を入れるのは、鍵を持って帰るといういたずら防止である。そのため、その金額も、10円ではなく、100円と、より持ち帰りしにくい金額に設定されている。また、無料だと、同じ人が2つ、3つと、 ロッカーを使用してしまい混雑する時間帯などに空きがなくなってしまうことを避けるためというのもある水筒の中身の温度はなぜ変わらないのかまず 熱伝導率の低い材料を使っているから物体を暖かくしたり冷たくしたりするのは熱の移動である熱の移動を小さくすれば飲み物を保冷保温できる液体は接している魔法瓶の壁や底を伝って出入りするから 魔法瓶の材料の工夫次第で伝導を抑えられるのだ。多くの魔法瓶がステンレス鋼という金属でできているが、そのステンレスのおおよその熱伝導率は、銀の1 26分の1から1 16分の1、銅の23分の1から1 分の 1> 1アルミニウムの12分の1から1 8分の1ととても低いのだもう一つ真空断熱構造によって電動と対流を抑えているステンレス製の魔法瓶は壁と底が二重になっている 内側のボトルと外側のボトルの二重構造である。内瓶と外瓶の間には隙間が空いている。この小さな隙間が、お礼保温にとても大切である。内瓶と外瓶の間の隙間は、物質が存在しない、真空に近い状態。 電動や対流は接している物質を伝って起きる熱の移動であるため熱を伝える物質を含まない真空の空間を作れば電動と対流をなくせるということだ。このように真空の空間を作ることによって電動対流を抑える二重構造を 真空断熱構造といいこうした構造の魔法瓶を真空断熱ボトルと呼ぶこともある5月29日こんにゃくの日こんにゃくの種芋の植え付けが5月に行われることと 五がコんで、二がニャ、九がくで、こんにゃくの語呂合わせで、五月二十九日がこんにゃくの日と呼ばれる。農林水産統計によると、こんにゃくの原料となるこんにゃく芋の全国の栽培面積は、三千七百ヘクタールに対し、 群馬県は3280ヘクタール生産量5万5900トンに対し5万2100トンでダントツの1位である2位は栃木県で全体の2.4%を占めている一方 こんにゃくの消費量では群馬ではなく山形県がトップである山形のこんにゃくの歴史は古く玉こんにゃくの食文化が平安時代からあると伝えられているこんにゃくは低カロリーでカルシウムや食物繊維が豊富な ヘルシーな食材でコレステロールの低下や大腸疾患のリスク軽減に役立つとされる冬のおでんの食材のイメージが強いが毎日の食卓に取り入れると良い木綿豆腐と 絹ごし豆腐の違いざっくりとした味わいの木綿豆腐と滑らかな舌触りの絹ごし豆腐文字通りこれらの違いは木綿と絹とどちらの布でこしたかによるのか木綿豆腐はたくさんの穴の開いた箱の底に 木綿を敷いて豆乳を流し込んで作る。上に重しを乗せて穴から水分を押し出し固まると出来上がり。木綿豆腐についている布目は敷いた木綿の型である。絹ごし豆腐は穴の開いていない箱に最初から 濃いめの豆乳を入れてそのまま固めたもの。絹ごしという名前は絹でこしたような食感から生まれたもので、実は絹でこしているわけではないし、製造過程で一度も絹は使われていない。栄養価については木綿豆腐は 豆乳が凝縮されるタンパク質が多く絹ごしは水溶性のビタミンが多いといわれるが大きな違いはない熊のぬいぐるみテディーベアのモデルはアメリカの大統領であった。 このテディは国の発展期に示したリーダーシップとカウボーイ的な男らしさでよく知られる第26代アメリカ大統領セオドア・ルーズベルトのことで彼は通称テディと呼ばれていた彼には狩猟の趣味があったが ある日狩りに出かけたとき、傷を負った子グマを見つけ、逃がしてやった。これが話題となり、テディーベアというぬいぐるみが作られ、これがテディーベアの始まりとなった。セオドア・ルーズベルトの誕生日、10月27日がテディーベアの日となっている。 これは世界的な記念日ではないが愛好家たちが記念日として設定しているものである。日本では日本テディーベア協会がルーズベルトの逸話にちなんで相手のことを思いやる気持ちをベアを通して伝える日にしようということで提唱している。 六畳大麦の六畳とは六畳大麦は大麦の仲間でイネ科の一年生または二年生作物である世界各地の温帯で広く栽培され日本には一世紀から三世紀頃にトライした 原産地は中国と言われ、数千年の栽培の歴史がある。大麦は、4月から5月になると、穂を出し、頬は、長さ5センチから10センチの下水の軸上に、3個ずつ並んで、蜜につく。これを上から見ると、6列、 四列または二列になっており、六列のものを六畳大麦、四列のものを四畳大麦、二列のものを二乗大麦と呼ぶ。ちなみに、大麦の栽培は日本でも歴史が古く品種も多いが、関東以北では、 六畳大麦が多く四条大麦は主に中央西部ヨーロッパで栽培され二条大麦は四国中国九州など西日本での栽培が多い大麦は米ンに混ぜるほか、発芽させ麦芽モルトがビール の類の透過剤、味噌などに使われる茎はカットしてストローとしてまた編んで麦わらとしてストローハット帽子やストローバスケットカゴなどに使われるなおビール作りに使われているのは二畳大麦である そのため二乗大麦はビール麦とも呼ばれる四乗大麦は高タンパクのためビール作りには不向きとされている電力需給逼迫注意報とは何なのかこれは 発電所から送られる電気が足りなくなるかもしれない、と伝え、節電を呼びかける注意報である。電力需給逼迫という響きは、言葉の意味がわからずとも緊急事態と警戒させる雰囲気がある。電力需給逼迫注意報の電力は、 電気による一秒間あたりのエネルギーのこと。受給は求めることと与えること、需要と供給を縮めた言葉。電力受給は私たちが使いたい電力と発電所から送ることができる電力を指す。逼泊はゆとりがない状態。つまり、 電力需給逼迫とは電力の需要と供給のバランスが崩れ供給できる電力量に余裕がなくなったという状態。資源エネルギー庁がこれを出して需要に対して供給できる電力量が足りなくなる恐れがあると広く呼びかけているのだ。 電力会社は安定して電気を送るための対策をいくつか用意している。電力の予備率というものもある。予想した需要のピークにいくらかの余裕を足して発電量を設定している。電力の需要には予想に対して大体い 3%程度の増減があることから最低でも3%の予備率が必要とされるこれを加えても足りなくなる恐れがある時に出されるのがこの注意報資源エネルギー庁は気象情報や電力会社のデータをもとに 翌日の電力需要を予測する午後4時をめどに予備率が5%を下回るときはこの注意報を出すそれよりも見通しが厳しく予備率が3%を下回りそうなときは電力需給逼迫警報を発令する。 これらが出されたときはエアコンの設定温度を変えたり照明を消したりして積極的に節電に協力すること。